リフォーム塾では知らないと損する最新の有益情報を忖度なしで随時配信。見逃さないように絶対チャンネル登録お願いします。パナソニックラクシーナが他メーカーより優れている理由、今日もあの熊本のリフォーム会社リノリフォさんと一緒にお送りします。最近チャンネル登録の率が減ってまして、今現在の2万人登録目指してますので、ぜひともちょっと応援の意味を込めてチャンネル登録お願いします。今日なんですけども、リノリフォさんが今後、はい、パナソニックのラクシーナをどんどん売り出していきたいというところで、はい、改めてなんですけど、はい、ラクシーナ結構他メーカーと比べていい点多いじゃないですか。はい、結構多いですね、はい、っていうところで、どういう点でパナソニックのラクシーナ魅力的なんですよっていうところを、ちょっと他メーカーとの比較を説明いただきたいんですけれども、はいはい、まずはですね、引き出しの出しろが他よりも5センチぐらい大きいですよね。あ、なるほど。他メーカーのものでいうと、リクシルのシエラとかクリーンアップのラクエラ、こういった普及価格帯のキッチンっていうのは、引き出しの出しろ、大体こう真ん中の引き出しのことを言っているんですけども、そこで大体こう40センチちょっとぐらい、41、2センチとか、はい、それぐらい出てくるんですよね。で、一方でラクシーナになりますと、なんとその引き出しの出しろが48センチぐらいになるということで、プラス5、6センチぐらい手前に出てくるということで、はい、やっぱりそれだけ物を入れたりとか、入れやすかったり、はい、取り出しやすかったりする、はい、ところが、あのラクシーナの、まあ、一番大きなところですかね。はい、そうですね、はい、改めてなんですけども、ここでラクシーナの立ち位置を確認させていただくと、パナソニックのキッチンでいうと一番普及帯のものから V スタイル、ラクシーナ、L クラスというこういう3段階なんですね。そういった意味でいうと中級価格帯商品になってますと。一方でリクシルでいうと、シエラ、ノクとリシェルっていうところで、今比較したシエラっていうのはどちらかというとラクシーナより低い普及価格帯の商品になってますと。でさらにクリーンアップでいうと、このラインナップでいうとラクエラ、ステディア、セントロっていうことで、改めてなんですけど、ラクシーナと今比較させていただいたのはラクエラっていう普及価格帯の商品なんですね、はい、そういった意味で、いやいや、それそこじゃなくて中級価格帯なんやから、リクシルでいうとノクトと比較せよとか、はい、クリーンアップでいうとこのステディアと比較せよというところが、まあ、本来なんですけれども、うん、パナソニックって正直ちょっとグレードのラインナップが他メーカーから若干ずれるというか、はい、あのパナソニックの V スタイルっていう、まあ、普及価格帯キッチンがあるじゃないですか、はい、あれがシエラとかラクエラに比べるとちょっとグレード落ちるんですよ、うん、その上のラクシーナっていうのがあるわけなんですけど、そういった意味ではそこもちょっと降りてくるんですよ。っていうことでラクシーナと比較するのがノクトとかステディアでもいいんですけど、どっちかって言ったらシエラとかラクエラを選ぼうとしてた人がもう少しお金を出してより良いものにしようっていう時に、このラクシーナっていうのは選択肢として上がるんじゃないかというところで、まあ、今日こういう点が、あのシエラとかラクエラより優れてるよっていう感じでご説明したいと思います。リフォーム会社をお探しの方必見。これまでリフォーム塾に出演していただいた企業を地図から探せる。詳しくは概要欄へ。はい、そういった意味で言うとノクとステディアっていうのが、まあ、中級価格帯でリクシルとクリーンアップであると思うんですけど、ここよりかは価格は抑えやすいですね。はい、安いですね、はいはい、っていうところで、そういった中級価格帯商品を選ぶほどにはお金は出せないけれども、シエラ、ラクエラよりかはちょっといいものを入れたいという時に、はい、ラクシーナっていうのを一つご検討いただけたらと思います。っていうところで、まず一つ目のポイントとしては引き出しの出しろが大きいというところで、はい、では2点目、チョコレートの引き出しがステンにできる部分ですね。あ、ステンレスにできるってことですかね。でこれ何かというと、あの引き出しの底板がステンレスにできることによって水や汚れに強いっていう仕様にすることができるわけなんですよね。この仕様を他メーカーでしようと思ったら、例えばリクシルの場合だったら最高級のリシェルにしないとそれができませんと。クリーンアップでいうと、クリーンアップは結構ステンに力を入れてるメーカーですので、ラクエラでもオプションをつければステンの底板っていうのはできたりしますと、はい、ステディアだったらほぼほぼ標準で底板ステンになってますと、はい、いうようなところで、まあ、あのステンレスにあったりするんですけど、パナソニックでいうとラクシーナから底板のステンレスができるというところですかね。はい、そうです。あ、なるほど、それもいいところですね。やっぱ長く使うというところで言うと、はい、じゃあ3つ目お聞きしてもいいですか。はい、3番目がアクリル系の人材が選べるということですね。あ、なるほど。人造大理石ってこれ一言で言ったとしても、いろんな素材の、まあ、人造大理石がありますので、まあ、主なところで言うと、こうポリエステル系なのかアクリル系なのかって大きく2つありまして、簡単に言うとポリよりもアクリルの方が、まあ、上等ですと。でアクリル系の方が、まあ、見た目が良くて、まあ、傷もつきにくい、丈夫というところが、はい、まあ、特徴として挙げられるわけなんですけども、リクシルの場合は基本的にポリエステル系になりますと。リシェルでも人造大理石を選ぶのであればポリエステル系になるってことですよね。一方でクリーンアップの場合は基本的にアクリル系人造っていうふうになっておりますと、はい、いうところで、パナソニックの場合は、はい、オプションでアクリル系の人材も選べるというところが特徴になるかなというところですかね、はい、
なおかつなんですけども、アクリル系選べるというところとともに、プリオカウンターって確か名前だったと思うんですけれども、はいはい、結構こうダーク系の天板みたいなのも選べるのが、このラクシーナの特徴かなっていうふうに思いまして、はい、やっぱり他メーカーで言うと、例えばリクシルで言うと、ノクト以上じゃないと、そういうダーク系の天板っていうのを選べなかったりするんですよね。はい、クリーンアップで言うと、エリアでセラミックカウンター入れて初めてそれが実現できるかどうかだと思うんですけれども、はい、っていう意味で言うと、結構そのダーク系の天板を選べるというのが、高級グレード象徴みたいな、はい、最近のトレンドとして、うん、っていうところで、まあ、そういった意味で言うとアクリル系の陣でなおかつそういったダーク系の天板が選べるというところが、まあ、ラクシーナの一つポイントというところになるというところでしょう。じゃあ次のいいところをお聞きしてもよろしいでしょうか。あとキッチンコンセントがもう標準でついているところですね。あー、なるほど。やっぱこう便利っていうところですかね。便利ですね。まあ、そういった意味では、リクシーナのシエラではオプションではつけることはできます。クリーンアップのラクエラはね、これつけられなかったりしますんで、はい、つけられるオプションの豊富さっていうところが、あのパナソニックのラクシードの、まあ、いいところかなっていうふうに思います。なんか次いいとこあります？はい、パナソニック独自の3連の IH もつけられます。ああ、なるほど。それとともにあのスゴピカ素材の水栓も合わせて説明、ね、していただきたいんですけども、はい、3連の IH って、まあ、簡単に言うと通常の IH で言うと 1,2,3 っていう感じで3つ目のその、まあ、紐取っていうんですかね、はい、それがあの上にあったりとかして結局使いにくいですよね。はい、で3連の IH っていうのは 1,2,3 って感じで横並びでこう IH が設置されてるっていうところで、まあ、横並びの作業がしやすいであるとか、まあ手前側が仮置きスペースで使えるっていうところが、まあ、ポイントやったりすると思いますと、まあ、ただ正直それつけると他のコンロがつけられなくなっちゃうんで、あとちなみになんですけども、スゴピカ素材の水栓、はい、こちらの白い水栓かと思うんですけど、はい、僕ちょっとデザイン的にはちょっとなって思ったりするんですけど、はい、これいいっていうところ、まあ、実際ユーザーでもあるって、はい、ちょっと聞いてもよろしいですか。汚れだとやっぱつきにくいですね。ああ、なるほど、はい、はい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 、あの水垢がつかないってところが結構その特徴としてメーカーの方も説明されてたかと思うんですけど、このスゴピカ素材ってこういうの何かというと、水族館の水槽の、まあ、ガラスというか、ああいうのに使われている素材になるとのことで、丈夫で、これ水族館の水槽が汚れたら嫌じゃないですか、うん、そうですね、っていう感じでやっぱ汚れもつきにくい素材になってますんで、そういった観点でそういった水栓を選べるっていうのはパナソニックの特徴かな。はい、そうですかね。そんなもんですかね、パナソニックのラクシーナ。そうですね、一応、まあ、大きな理由はそのぐらいですかね、はいはいはい、っていう感じで改めてなんですけども、今回のこの動画っていうのはどういった趣旨かというと、シエラ、ラクエラクラスよりもちょっとおしゃれなものを入れたいけども、うん、ノクトとかデリアほどにはお金出せないよっていう場合に、うん、このパナソニックのラクシーナっていうのを一つ検討してもいいんじゃないかなというところでお話しさせていただきました。はい、今日は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございます。